普段の活動は、まあ、壁画を結構いろんな世界各国に描かせてもらってるのと、あとはスタジオで絵描いたりとか、彫刻作ったりとか、写真撮ったりとか、あとは最近は友達と音楽作ったりとか、パフォーマンス作ったりとか、映像作ったりとか、なんか作ってます。まあ、結構どこに行ってもパブリックミューラル描くときは共通しているコンセプトは、そこの土地のなんていうんだっけな、インスパイアされて、みんながインスパイアできるものを描けるといいなっていうのがあって、なんか自分のマークじゃなくて、そうするとどこ行っても同じものを描くんじゃなくて、こう違うとこ行ったらそこでみんなと話して、いろんなところを散歩したりとか、人と一緒に回ったりとか、散歩の途中に花拾ったりとか、貝拾ったりとか、食べたものが何だったのか聞いたりとか、そんなとこから始めるのがコンセプトです。モチーフをその場で調達するっていうのも、結構その材料その場で調達して何ができるのか考えながらやるっていうのも含めてスタイルかなと思ってます。だからこの形っていうのがあるよりはフリーなのがスタイル。ここのロケーションとかはいろんなところで描いてきたけど、本当にワンオブザベストですね。まあ、壁としてはそんなでかくなかったりするかもしれないけど、すっげー自由に描かせてもらってるし、で描きながら海入ってビール飲んで地元の人と話して、もう最高でしょまあ何だったら帰ってきたいし、やっぱり人とつながれるところ、人と場所と文化とあと伝統と、そういうものを全部、壁画っていうアウトプットがあるから、会った人とかに今これやってるんですよみたいな話ができたりとか、場所とのコミュニケーションが面白い。味が裏肌に合います。でもやっぱり来て描いてるところを見てもらって話した方が、特にその土地の人にはここに残ってもくものが、壁画だけじゃなくて、なんか変なやつ来て一緒にじゃないけど描いてて話したっていう話も残るじゃないですか。それが愛着持ってもらいたいからっていうのもあるし、まあ、でもやっぱ喜んでもらえたらいいよねと思います。